丸です。トシドミノです。プレミアリーグ第21節ざっくりまとめ。先ほどですね、ボーマーさんリバプールが終わってこちらを撮ってるわけでございますけれども、2週に分けてだったわけでございますよ。なかなかないですね。なかなかないです。だからね、先週に行われた試合、まあ、結構もう忘れてる方いるんじゃないかっていう俺もあんまどうだったっけっていう俺はあのパンツキンは覚えてるよ。パンツキンは覚えてる。撮影の都合上ですね、はい、マンデーナイトのブライトン対ウルブスはちょっと省略させていただきます。申し訳ございません。ということで早速やっていきましょう。レッツゴー。まずはチェルシー VS フラム。おい、はい、これでですね、今シーズン初のリーグ戦3連勝と、よー、はい、パレス、ルートン、フラムを倒して3連勝でございますね、うん。チェルシーのリーグ戦3連勝はですね、昨シーズンの確かポッターが就任したぐらいに3連勝したんですけど、それ以来の遥か昔ですね。まあ言うても1シーズン前ですけどね。今回もパルマーが大暴れということで、はい、まあスコアをね、うん、PK で上げたっていうので、うん、これで PK5 本連続成功中かな。これも立派ですけどね。なかなかできないですよ。難しいですよ。あるんですけれどもですね、この、ね、PK に繋がるまでのあそこの縦パス、はい、これしびれたね。最近ちょっとねパルマーからね、うん、エジルに感じるんだよね。おっと、なんかそのパスの多彩さとかはもちろんエジルの方がね、うん、全然上なんですけれども、うん、ごめんなさい、言わせてもらいますよ。ここはただですね、そのそこ見るかっていうところの、ね、見てるところのそこつくかっていう具合ですね、うん、パルマーもこうメキメキとね、成長してるなっていう感じがしますね。ゴールアシストなってないだけですげえ、うん、そうなんですよ。この見せるパスというか、この試合もですね、キーパス1だったんですけど、はい、いや1はおかしいやろと、本当その1が意味わかんないぐらいもっと暴れてたんじゃないかなっていうことと、ね、あとですね、この試合のマンオブザマッチにね、はい、輝きましたエンソフェルナンデスでございます。この試合もですね、まあ、輝いてたわけなんですけれども、はい、どの試合をピックアップしたらいいかわからなくて、はい、もうシーズンマップ持ってきちゃったんですけどシーズンマップこちらでございますね、はい、やっぱですね、エンソね、やっぱり重心低めでね、触る位置が多かったり、はい、まあ、本当ザ、なんでしょう、ボランチみたいな感じなんですけども、この試合はですね、より左のここでね、あアタッキングに結構ボックス内でもね、入ってもんね。そうそう、左サイドはなんかムドリクやってねとか、スターリング行ってねみたいな感じでシルエルもいない状況ですからはいはい、はい、っていう中で、エンソがですね、ここを埋めているということで、なんかここを埋める時のエンソいいなみたいな。確かにもっと本来攻撃に絡ませて上げていい選手というかね。そう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 。そしてですね、先ほどちらっと登場しましたけれども、チルエルが帰ってきたと。長かったなぁ、はい、無理じゃこれ。9月28日ブライトン戦、これカラバオですね。ああ、で、まあそれ以降久々の登場で、もうなんか3ヶ月半ぐらい、4ヶ月とかそのぐらいだもんな。それぐらいでございまして、はい、でのポジションが左ウィングだったのもうないっすね、彼のポジションは1個上になってたと。もうちょっと帰ってきたから帰ってきたびっくりする場所に思い出あったって感じでございますけれども、ね、僕ら説まとめでは触れてない気がしますけれども、ペトロビッチ、今のチェルシーのゴールキーパー、はい、安定感歩くねっていう話。おっと、ちょっとふと調べたんですよ、ペトロビッチセーブ率どんなもんなんやろ。おうおうおう、こちらがセーブ率ソードでございますバカッと、はい、1位アリソン、2位アレオラ、3位ポープ、4位レド、はい、5位オナナ、6位ピックフォードと。おうおうおう、あ、まあ上位にはいねえんだと、うん、下まで見たんですけれども、ペトロビッチの名前なかったんですよ。おう、そう、これサイト FB レフっていうのを使ったんだけど、うんうん、多分これね、やっぱ出場時間、規定の出場時間で多分相当に含まれないと。ああ、なるほど、ちょっとサンプル少なすぎって感じかな。そうそう、でペトロビッチをですね、まあ、別の項目で探したところ、セーブ率 73.9% だったんですよ。相当に入ってないだけで、ここに入ってたらプレミア3番目のセーブ率なんですよね。こういうの結構あるあるだよね、うん、そのそうメインの1番手が怪我した時に、そう出てくる2番手の猛威というか、そっから意外と定着したみたいなので、うんうんうん、ありがちでございますけど、はい、ペトロビッチも頑張ってるということで3連勝でございます。なるほど、はい、続きましてですね、ニューカッセル VS シティでございます。伊藤さん、よろしくお願いします。はい、ということで結果は2対3、マンチェスターシティ勝利と。はい、まずは、はい、王の帰還、帰ってきてしまいました。帰ってきてしまいましたねしまいましたね、これはあってなりましたね。あってなったということで、はい、なんとですね、5ヶ月ぶり、あら、まるまるあらぶりのリーグ戦出場と。いつ以来ですか。開幕戦ぶりですね。あらー、あのバンリー戦か。そうですね、ぶっちゃけ感想で言うと、うん、デブライネがすごい以外ないんすよね、この試合。てかもう全部持ってったね。シティの構造自体は、はい、もう何ら変わってないというか、はいはい、ニューカッスル相手に、うん、まあ、いつものようにサイドバック上げて、はい、っていう感じの攻撃かつ守備をやってましたけど、はい、まあ、それで大丈夫かなと思ったんですが、はい、まあ、全然大丈夫じゃないと。イサクに、はい、まず
まあ、ゴール右隅決められまして、うん、もうあれはもう正直止められないというか、はい、もう無理です。スーパーゴールです、はいはい、そしてゴードンですね、はい、似たような位置から、はい、もうあれも止められないです。リプレイどちらのゴールも共通してるのは、はい、シュートまでのパスが1本だけなんですよね、はいはい、もうあれを防いでなんとかやれるっていうレベルなのにあれを決められるようだと思う、うん、ちょっと起用はきついなって思ってたんですが、はい、69分、はい、デブライネを投入してから空気が一変。こんな一変が似合うことないよ。すごいよ。ちょっと役者が違うというか。かわいそうだったもんな。だいぶこうちっちゃく見えたの。俺は出場から4分34秒後、ロドリから受けたボールをゴール左へ隅へ流し込むと、はい、流し込むとかじゃないけどな。もうあれはもう流し込むに失礼。流し込むに失礼。もっと上上明らかに狙ってるもんね。あのあれは股が狙う開く瞬間というか。そうだね。最後の方ですね、後半アディショナルタイム、うん、デブライネからここぞというコースにパスを出して、うん、最後オスカーボブが今季初ゴールと、ね、ボブ良かったね。そうボブがね、うん、いいんですよ、うん、今回デブライネがすごいなっていう回なんですけども、うん、彼がいなければっていう、はい、確かにそう最近ほんとゴールに絡み出すシーンとかも多くなりまして、うん、前まではその、うん、もうボブ若手だし頑張ってねっていう感じだったんですけど、うん、もう流れ変えてくれというか、なんか確かにちょっと1個ランク上がった、そうランクサブとしてしっかり結果出してくれって思えるような、うんうん、活躍見せてるだけに、うん、この男、うん、結構すごいなというか、確かに結果的にはもう本当、うん、デブライネがいなければ、うん、まず勝ってない試合というか、そうですね、全部デブライネでいいんじゃないかなというか、うんうんうん、いつものシティプラスデブライネイコールあれって感じじゃない、うん、あれを久しぶり見るといい、あいつも慣れてたからね、確かにね、って思うけども、うん、久しぶりに帰ってくるとああなるんだなっていう、すごかった、ベルタルドの鮮やかなバックスキルとか、そうですよあるんですけどね、はい、全てはちょっと彼の前の前座となってしまったというかね、まさに角度違いを見せつけられたというか、うん、です俺的今季のベストバウトなのかなっていうのは思いましたね、はい、これは素晴らしかったですね、素晴らしい試合でした、うん、続きましてですね、はい、ユナイテッド VS トッテナムでございます、はい、うん、ビッグシックスの対決でございますけれどもですね、まずはですね、うん、試合開始直後3分、はい、ホイルンド出た、これねすごかったよ、ディフェンスのね、うん、ラインから一気に加速して、はい、あのブルーノのパスよね、いやもうドンピシャタイミング、名手ビッカーリオ相手にニアハイぶち抜きましたよ、うん、早かったねあれね、やっぱりユナイテッドはね、うん、もうああいうスピーディーな攻めしてる方が全然強いんじゃないかなって思わせてしまいますよ、あれは脱ポゼッションでいいんじゃないのカウンターでって、あっちの方がだって絶対戦力の強み活かせるよなと思いながら、ねまあ、ホイルンドはね、うん、まあ、そのゴールシーン以外もですね、はい、まあ、59分にですね、ターンと言いますか、うん、後ろにボール回したからミッキーをぶち抜くみたいなシーンもありましたね、はい、そうドリブルでかわしたりっていう、うん、ああいうのもできるし、うん、あとどっかのシーンでラッシュに普通にロングパス、なんかエリクセンみたいな、ああね、そう、うん、そんなのも出し出せるというか、うんうんうん、そこ知れねえなというかね、この試合でちょっとなんか、うん、あの幅そうね見せてくれたよね、いろんなとこ見せてくれたんで、そうそうよかったなって、ただですね、まあ、3分ユナイテッド先制するわけでございますけれどですね、はい、19分、うん、コーナーキックから、はい、まあ、リッチが決めまして、はい、まあ、振り出しに戻すよということで、はい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 、これですねリッチはですね、うん、リーグ戦7ゴール目なんですけれども、はい、キャリアでね、うん、最多ゴールがですね、まあ、13なんですよ、はい、プレミアだと、うん、今年いけるんじゃないかっていう、いやすごいよね、なんか普通に決めるようになったよ、全然なんかネタ感がもうなくなったというか、そうですよ、ザックシェーズはどんだけノーゴールでいじられたかみたいな、そうよ、うん、27試合でワンゴールでしたから、いや本当アタッカーがそれが今もう7ゴールと、これでですね、はい、プレミアリーグ直近33試合でスパーズはゴールを決めていると、うん、はい、3月にですね、うん、ウルブスに、0対1で敗れて以来ずっと続いているということで、これはですねスパーズのリーグ史上最長得点記録と、マジかですけれども、はい、突き放すはユナイテッドと、40分ラッシュフォード、これもですねちょっとデブライネっぽい股を抜いたコントロールショット、これでですねラッシュフォードですね、今季初の、うん、オールドトラフォードでのゴールということで、5月26日以来と、ちょっとびっくりですよこれ、全部ね決めてはいるんだけどもアウェーというね、そうなんですよ、ホームでやっともたらしたっていう、そう、うん、さあ見てくださいこれ、冬のラッシュフォード開幕来てるか、これで4試合連続関与中でございます、うん、いやーやっと
と。このシーン以外にもですね、あの左でいい感じに受けて、はい、なんかいつものラッシュだったら決めてるんじゃないかなところあったんですけれども、うん、ね、ファーストタッチがずれて、はい、苦しむなんていうシーンありましたけれども、まだちょっとね、うん、完璧仕上がってるわけではないような気はするけども、うん、兆しはあるね。前半2対1終了したんですけれども、はい、後半開始早々この試合ですね、はい、移籍後初先発だったベルナーのアシストによりベンタクルが決めて、はい、2対2ということで、こういう苦しい状況でベンタクルはいつも決めてくれますね。そうですね、昨シーズンよく見たなというか、よく見たんですよ、こういうところのゴールね。そう、あとベルナーが、はい、早速アシストを残していくということで、いやそうですね、ベルナーもこの試合らしさ全開というかね。そうだね、まあもうカットインしながらね、はい、ゴール2個分ぐらいの場所に、まあ、両者視点で言うとですね、まずスパーズこれはよく勝ち点1拾ったんじゃないかなっていうことで、スカットが薄い中で、かつオールドトラフォードアウェイゲームで2度追いついた、これは素晴らしいことなのかなと。ミッキーの交代、あれそんな怪我ってはないと思うんだけれども、あ、まあ、ミッキーとかも復帰してドラグシンとかも使って、またベルナーとかも使って、本当収穫がいろいろあったのかなと。なるほど、まあ、ユナイテッド目線もですね、はい、例えばこの試合でですね、リサマルが復帰したり、赤瀬ミロがベンチ入ってきたり等々、まあそういうね、帰ってくるものもいるということで、うん、まあ、そういう面ではポジティブかもしれませんけれども、はい、まあ、結果的に勝ちきれないし、うん、特にスパーズの2点目ですね、うん、あそこの、まあ、中盤バイタルのガラ空きっていうのは、まあ、一向に変わっていないと。カウンターでの鋭さとかね、はい、ゴールとかは、生まれてきつつある、もうまだ依然と課題は残ってるんじゃないかなということで、まあこれがね、次あたりリサマルがね、ちゃんとフルで出てくる、まあ、そこでどこまで変わるのかっていうところあります。カゼミラも帰ってきてね、そうね、そこら辺がうまくいったらまた去年みたいな感じになるかもわからんけどね、かもわからんけども、うん、ということで、こちらユナイテッドにとっても2対2でございます。ういはい、続きましてですね、アーセル対パレスでございます。5対0、1ヶ月ぶりぐらいの勝利でございます。やっとね、都市が上げたなんてありましたけど、ゴールシーンとかもそうなんですけれどもですね、はい、まあいろいろ成長が見られた、試合だったんじゃないかなということで、これ最近ね、上げましたアーセルやべえんじゃねえのか問題と照らし合わせて、僕が上げた問題点からを踏まえてのアンサーが結構あったんじゃないかなということで、まず一つ目ですね、ニック・ジョバーよくやった、コーナーキック、改善が見られましたね、これはね。いやー素晴らしいですね。まあニアで、まあ結構難題を、自分たちに敷いてね、あとはまあショート使うものの、まあいろいろアレンジ加えていたんですが、まあ今回めちゃくちゃシンプルだったよと、はい、マガラインスにめがけて蹴ろうと原点回帰これがシンプルかつ強力でしたね。そうなんですよ、これでまあ前半のうちに、2点取ったと。そうですね、マガリアンで、しかもね、キッカーがライスであるという、はい、そうなんですよ、こちらライスでございますけれどもですね、はい、パレス戦の前日、はい、なんかあのコーナーキックの、練習をしっかりしていたそうです。なんかライス濃いの多いよねなんかそうか、そう、なんか前のチェルシー戦もさ、ベッカムのゴールを前日練習してなんかやるとかやるとかね、こいつなんか前日に教えたもの全部やってくれそうみたいな結果出すの早いっすね。早いっす。そうですね、マガリアンスもですね、これで、まあ、アーセル加入して以降12ゴールを記録してるんですけれどもですね、あの2021以降でですね、はい、ディフェンダーで、うん、彼以上に決めているディフェンダーはいませんと、割とぶっちぎり1位なんですよね。ああ、他のチーム含めて もちろんですよ。プレミアリーグでなんで。なるほど。ということで、まあ、マカレアはよう決めてくれんね。まあ、スピード感、これもだいぶ問題視されてましたね。はい。クラリクラリやってるなんてことありましたけれども、うん、今回はもう明らかに変わっていたね。いやー、ほんと、縦への意識というか、そう。最たる例は、うん、あのゴールというかね。はい、3点目ですよ。うん、あの、ラヤのスローイングから、うん、そこからジズスもらって、はい、ジズスからトロサール。前回のウエストハム戦、うん、のですね、ロングボールの数がですね、はい、まあ、14本で、成功者5本と感じだったんですけど、はい、今回、うん、ロングボールですね、44分の17なんですよ。もう明らかに変わってるんですよね、これ。そうか、見てわかるぐらい増えてたわな。明らかになんか停滞感っていうのは全然なかったのかなと、うん、あとはですね、まあ、交代枠ということで、はい、まあ、これもね、リードしてたからっていうところもありますけれども、うん、まあ、積極的に観光してくれたよということで、はい、途中出場からのゴール関与が16回と、はいはいはい、10ゴール6アシストなんですけど、これは他のプレミアのどのチームよりも多いらしいです。あ、そうなんだ。これでね、うん、ちょっともっとさらに交代枠増やしてほしいなっていう感じで、競ってる時にどんぐらいの交代枠切れるかっていうのを、そうだね、見たいわな。うん、うん、
ということで、まあ、崩しからの、ね、ゴールとかは、はい、そうなかったわけでございますけれども、うん、明らかに3連敗の時より変わっていてね、3連敗の時何がダメだったかに対してのアンサーが結構取れてたんじゃないかなと、うん、坂も黒髪に戻してたし、そうですね、前の動画で、まあ、パレス戦見てくれと、うん、パレス戦でどうなるかで結構だいぶ変わってくるけど、うん、多分大丈夫、フォワード取らなくてもみたいな話しましたけれども、現状なんとかなりそうみたいな、これを続けていけばね、そうそう、うん、ということだったんで、はい、まあ本当後半戦始まったばかりでございますけれども、まだまだカオスは残ってんじゃないかなと。へっしょ対するパレスですね、はい、あれはちょっと解任のムードが漂っております。そうですね、ポッター監督はね、そう見に来てるなんて、見に来てたんですよ ね、 ね、意外だなと思って、まあ実際最近はですね、直近ブレントフォードに勝利はしたんですけれども、はいはい、それ以外は本当に、うん、勝ててない状況なんで、はい、7月の冬の移籍市場の空いてる間に動きあるかもしれない ね、 そうですね、補強できるうちにいろいろ体制変えていこうってなるかも、うんうん、ということで、ね、最後ですね、まあ、うん、先ほど行われましたボーンマス対リバプールでございます、はい、はい、結果はですね0対4アウェーリバプール完勝ということで、まあ、リバプールもですね怪我人が非常に多く、かつアフコンとかでね、主力を欠いているよということで、はい、まあ、ベンチメンバーもなかなかね若い衆が連なり、前半はね0対0、はい、まあ、言うても前半からリバプール入り悪くない、そうだね、っていう中で後半ボボボボボンと一気に立て続けでございます、はい、まだですね幕張さん、はい、はい、よかったっすね、やっぱ怪我明けというかね、うん、もありますけども、うん、なんか彼を見て思ったらある程度ちょっと休める、それはねそれ意外と必要なのかなみたいなね、うん、リバプールで言ったら、うん、ソボスライがね、はい、出続けて12月あたり明らかにパフォーマンスを落としてるじゃないですか、そうですよね、結果怪我してるし、うん、ってことでやっぱそれ必要だね、うん、キーパス4本ロングボール9分の5もそうですし、うん、地上戦17分の12、うわすげえ、空中戦2分の2ということで攻守に当たる大活躍、うん、したんじゃないかなと。そうですね、まあディオゴ・ジョタ、はい、見ましたか、ジョタの2点目、まあ、1点目もうめえんだけど、2点目のねあれすごいっすよ、反応速度めっちゃ速かったのよやっべからのやべやべやべっつって駆け込みで一瞬でね、誰もボーマスの選手ね対応できてなかったぐらいの、うん、実際ですね、あの、なんていうんでしょうね、まあ1ゴールあたりの分数で言ったらね、はい、サラはね、ジョタよりも少ないですよね、109分あたりで1点取ってるんですよ。ああそうなのか、出りゃ活躍すんなっていう、うんうん、まあこの試合サラっていうね絶対的エースいない中でも、はい、2ゴール1アシストかな。そうね、前半はね結構誰にボール集めようかみたいな攻撃ちょっと、うん、ふわふわしたところあったけども、はい、まあ、彼がエースっぷりというかね、ワイガジョタヤでもやってくれたのかなということで、ナニエスさんもね、はい、この試合2ゴールと、特に2点目のね、うん、まあ、ゴメスのね、クロスもすごかったんですけど、はい、あそこのラインブレイクして、はい、なんかね、ちゃんと点で合わせていくみたいな、ハーランドっぽいゴールというか、うん、なんかこういうゴールもできるよねっていうところをなんかやってくれたね、クリエスが。そうだね、なんか明らかに抜け出し、うん、今年シーンのみならず上手くなってるなという、うん、そうなんですよ、それを点で合わせる、完全にオフサイドから卒業しましたね、あれね、これ本当無駄のないフォワードタルヤっていう、そう、まあ、サラーがね、はい、まあ、仮にいなくなった時、うん、後々ですよ、いなくなった時、うん、やっぱヌニエスが次の看板を背負っていくんだと、ここから始まるんですよ。本当サラーは別にいなくてもね、この、うん、あれ出せるってわけですから、そうそう、そしてですね、まあ、ブラッドリー君も頑張ってたよということで、意外ともう、うん、アーノルド中盤にやって、うんうん、ね、右サイドバックブラッドリーに行くみたいな、そうですね、まあ、ブラッドリーに関しては、FA カップでね、うん、アーセナルと対戦した時も途中から出てきたんですけど、うん、うまく回れてるよね、はいはいはい、対峙したりということで、うん、このまあ普通に1対1の守備の厚さというか、うんうんうん、そういうところを踏まえて、まあ、アーノルドのね、まあ、キャラもちょっと違うし、そうだね、新たに生まれた、うん、まあ、2024年注目すべきニュースター、はい、でできたんじゃないかなということで、うんうん、こちらリバプール4対0完勝でございます、はい、他の試合もですね、まあ、サクッとだけ、うん、触れていきます、はい、トニーが帰ってきました、ブレントフォード VS ノッティンガムフォレストと、はい、フリーキックでゴールということで、はい、この前キャプテンマーク巻いて、うんうん、ただですね、あのフリーキックもちょっと面白かったですね、技ありというかね、そうなんですよ、あのね、ハイライトに寄ってるかどうかわかんないんですけれども、うん、はい、フォレストが、ね、はい、壁作った後に、うん、ほんと審判にバレないようにボールの位置ずらしてるんですよね、うん、ねえ、おかげさまでフォレストの壁、そうですよ、めっちゃ空いてるな、何の意味もなしてない壁になってて、そう、そこであのずらして開けたスペースに、うん、ぶち抜いてゴール決めてあれありかっていう、あれありか、ちょっとまあ審判にバレてないからいいんだろうかっていう、まあルール的にもグレーだと思う、グレー、うん、何がすごいってさ、突破開け一本目であれやる勇気よね、メンタルどうなってんだトニーはと、結構ね裏技というか、そう、あれやってのけるんだなっていうことで、やっぱちょっとトニー恐るべしって感じで、役者が違いますね、そうです、はい、あとです
ですね、シフィールド・イズ・ウェストハムでございますけれど、はい、こちらも2対2のゲームなんですけれども、うん、結構まあ大荒れということで、はい、まあ前半とかは普通に両者1対1みたいな感じだったんですけれども、うん、まあ後半最後の方にオードプラザが PK を決め、うん、そこから退場者も出、はい、両者ブリュースターそしてトーファルともに退場するみたいなことがありましたけれども、はい、なんと90プラス13で追いつくという、はい、まあ、ウェストハムはですね、まあ、ほぼ負けに等しい引き分けをやってだいぶ拾ったみたいなこともありました、はい、てな感じですね、まあ、ちょっと久しく見てる順位見てみますか、はい、まあ、現状ではですね、暫定リバプールが、はい、抜けておりますね、うん、はい、48でございます。ただシティが1試合少ないと、まだまだ確かホームのブレッドフォードかな、そうだね、やってないんで確か2月あたりやったと思いますけれども、うん、仮にそれ勝てば46みたいな形でございます、はい、うん、アーサルはなんか意外とまだ3位に入れてるんだなっていう、いや今季やっぱね意外と差をつけられない、うん、みんなそうだね、なかなか開かないよということで、はい、うん、CL 圏 EL 圏あたりはめちゃくちゃ、うん、佳境じゃないけど全然離れんわ、まあ、4位と6位に今8ポイント離れてるってことで、うん、まあ、CL 圏争いこの5チームでやるのか、はたまた後ろから刺してくるのか、そして見てください、ニューカッスル、はい、怒涛の連敗です。いや10位まで来てます。ニューカッスルが乗れてないんですよね、まだ次も開くんですよ、はい、1月31とかだったかな、ま、ただいぶ10日ぐらい開く、1月はプレミアリーグ少ないですね、うん、そうですね、ですけど、うん、まあ2月とかになったらまた、うん、帰ってくるんでね、しかもこのタイミングでアジアカップやってるしね、そうなんだよね、なんか退屈はさせてくれませんね、ね、っていう感じで、うん、久々の説まとめでございました、はい、良ければチャンネル登録お願いします、各種のゲームチャンネルからお願いします、それでは次回の動画でお会いしましょう、バーイ。